ホルネジュイテフの内観、ホルネジュイテフは、古代エジプトプトレマイオス朝時代の神官。19世紀に、エジプト、ルクソールの定米遺跡で、ミイラと装飾された棺などが発掘され、大英博物館に所蔵されている。内観に書かれた文字からプトレマイオス三世の地世に、カルナックのアメン神殿の神官だったことがわかっている。古代都市定米遺跡サシフで発掘された。 精緻な装飾が施された内観とミイラは、年代がプトレマイオス長時代とされ、1835年に大英博物館の所蔵品となった。ホルネ・チュイテフのミイラは、大英博物館館長、ニール・マクレガーによる2010年の BBC ラジオ4番組、百のものが語る世界の歴史で、第1番目のものに選ばれている。ホルネ・チュイテフの墓からは、 ミイラが収められていた棺などの他に死者の書が描かれたパピルスや彩色されたプタハセケルオシリス神の木像も発見されている。大英博物館古代エジプトスーダン部のキュレーター、ジョン・テイラーがミイラをロンドン市内の病院に運び CT スキャンをかけて検査したところ、ホルネチュイテフの死亡年齢は中年から初老で遺体は一度内臓を取り出して布でくるんだ後に 再び体内に戻され保存用に高価な油が注入されるなど当時最高の方法で処理されており、布の下には指輪や宝石類、マヨケアがあること、さらにはホルネジュイテフが脊椎の関節炎をわずらっていたことなども判明している。ありがとうございます。